あ、でも怒られたかな。まあいいや。すいません、あの雨の中、皆さんありがとうございます。4回目、2015年から、年に1回来ていただいてて、4回目ですね。こんなたくさんお集まりいただきまして、ありがとうございます。全く本当、何の、これはネタでも何でもないです。打ち合わせでもないです。本当に今、なんとか知れない。いや、7時には帰ってくるって言ったの、7時前には帰ってくるって言ったの、電話したら出ないんですよ、今。で、2回目でしたら、あ、今出ましたって、今出ましたっていう感じだったんで。で、今日ですね、昔からちょっとこう、好きな歌があって、有山さんの歌で、それをこう、耳コピーしてね、で、本人にこれ本当そうかということを確認いただいた曲をちょっとやります。すいません。いや、本当、エフェクターもいっぱいあるんで、ここにこう踏んでみようかな。歌わせてもらってるような感じになってるんでですね、そこちょっともっとザワザワした感じで面白い。いやマジでね、ずるいですね。なんでそこから見てるんですか。いいですか。じゃあ、有山さん、ちょっと待って、来てよ。その金返せって言われますもん、早くしないと。ハルタッカーに払うです。あ、そうかそう。取りますよ。早く。一緒に、あ、もう一番あるから。お、この人。はい、皆さん拍手を。そう、繋がって、あ、そう、繋がって。ちょっと、どこへ。え、これ、これ今、普通、今普通やった。まあ、4弦で。白どこ行ってたんですか、今日は。帰ってこない。焼き鳥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 ちょっと待って、こんなタイトル出んで。ええ、何でしょう、メインなんですか。父はもう父またアジフライを食べに行ったのかな、あそこに。ブラのなんだ、うるさいシェフシェフがいるとか。
これオープンデーってやつです。オープンデー、すぐできないですよ忘れかけてる頃だよね。また思い出したらやりますな。